皆さん、おはようございます。本日はご参加いただきありがとうございます。言語とアイデンティティワークショップシリーズのキックオフイベントです。では、本日の講演者であるプリンストン大学上田敦子教授をお迎えする前に、いくつか本日のイベントについてご案内をしたいと思います。東京カレッジ特任助教のテレギア・マリナと申します。そしてこの言語とアイデンティティシリーズの主催者の一人でもあります。このシリーズの中では言語とアイデンティティについてさまざまな観点から考察をしていきます。本日、上田先生からは、人種と言語的近代、国語の成立をめぐってというタイトルで、特に人種主義というイデオロギーという上田和俊の言語改革に焦点を置いてご講演いただきます。そして上田先生からご講演いただいた後にミハイル・ファジウスからコメントをもらい、その後ディスカッションの時間としたいと思います。ご覧になっている皆様、ズーム画面の下に Q&A のボタンがございます。上田先生に対して質問をしたい方はQ&A の機能からご質問をお願いいたします。質問は英語でも日本語でも結構です。そしてメニューの中に通訳機能がございますので、ご必要があればどうぞお使いください。そしてこのイベントの録音はご遠慮ください。では早速本日のイベントのメインのパートに移っていきたいと思います。上田先生、お願いいたします。マリアさん、ご紹介ありがとうございます。では私の方から画面共有をして始めたいと思います。まずこのイベントを主催してくださったマリアさんに感謝を申し上げます。そして講演者としてお招きいただきましてありがとうございます。私まだあまり、オールドスクールといいますか、スライドの作成それほど慣れているわけではありません。しかし本日ズーム形式で行いますので、何かお話をお聞きいただいている間にご覧いただく資料としてご用意いたしました。まず、概要ですけれども、本日は私の著書、言語、国家、人種、から特に人種化というところに焦点を置いてお話をしたいと思います。この順番で本日はお話をいたします。まず日本における言語改革研究のトレンドについてお話をし、そして人種というのがアイデンティティの主たるインデックスになってきた歴史、そしてその後上田和俊の言語改革における人種についてお話をしたいと思います。特に日本のオーディエンスの皆様にはあまり申し上げる必要がないかと思うんですが、私上田和俊とは特に親族であるとかそういった関係があるわけではありません。そして私の著作なんですけれども、明治時代の日本におけるさまざまな言語改革に関する内容を扱っています。
attempt to intervene in the vast scholarship of language reform that has been in the last three decades. 過去30年における言語改革に関して取り上げたものでありまして、国家形成と、関連しているということは多くの学者が指摘している通りです。そしてポストコロニアルの流れとも分けて考えることはできません。そしてフーコーの権力統治性、さらにはどのような国家にも存在する暴力の構造、特にこれが国語という観点から語られます。このポストコロニアル、そしてカルチャルスタディ、さらには帝国主義、これが明治時代の言語改革というところを超えて語られます。2000年代、ハリー・ハルトゥニアンがポストコロニアルリズムとエリアスタディーズの関連というところで指摘もしています。ハルトゥニアンは歴史の不穏という著作の中でポストコロニアルセオリーについてこのように語っています。ポストコロニアルセオリーの前提では、ヨーロッパ中心主義の知識に対するあり方に対する批判をし、そして近代の始まりから周辺に置かれてきた人々の声というのを現在では取り上げています。そしてそこから削除をしようとしてきたいわゆる主権ということに関して、ヨーロッパ中心の考え方に対して再度問いを投げかけるものです。このエリアスタディーズにおけるものとポストコロニアルスタディー、そしてカルチャルスタディーズというのは、新しい領域を発見し、そしてその理論的な対話の中で中心的に陥りがちな部分を指摘したものであります。そしてこの不当に抑圧された人々の声を取り上げなければいけない。そしてアイデンティティポリティクス、特にこのアイデンティティというのはカルチャルリズム、そしてエリアスタディーズで取り上げられることがあります。ポストコロニアルスタディーズ、そしてカルチャルスタディーズで批判されることがあります。そしてサバルタン、あるいは非抑圧者といった形で取り上げられることがあります。しかしこの抑圧者と非抑圧者ということに対して非常にナイーブな、反対をし、そしてこの権威の中で仕事をする抑圧者を悪者扱いするということもありました。しかしこの ようなことに関してはシンパシーを感じる、理解をすることはできるんですけれども、しかし単なる批判であってはならないと思います。そしてネーションというのは暴力のシステムであり、この暴力というものが制度としているわけなっているわけですけれども、こういった認識というのが認識というものによりまして、非抑圧者の声というものに対しても焦点が出られなければいけません。そして上田和俊、多くの学者を育てました。そして
ここで上田は、方言ですとか、まあ、例えば、まあ、沖縄ですとか、ね、アイヌ、そして、ね、韓国、まあ、台湾、こういったマイノリティに対して、この上田の国語改革の中でも、必ずしもこれが抑圧されていたとは思いませんけれども、注意を払わなければいけないことがあります。これが、抑圧されていたマイノリティの人に影響したと思われます。この不当に抑圧された人の声を掘り起こしました。これが抑圧する側とされる側という二者の対立が隠されているわけです。例えば大和民族のような虚構の集団は常に捏造される必要があったのです。これが実際に存在してたわけではなく、真の市民が存在するためにこのマイノリティを再選することが必要だったわけです。それによって真の市民が存在し得たわけです。ですから誰もがマイノリティになり得たわけです。誰もが生まれながらに真の市民であるわけではなく、生まれながらのマイノリティというのもいないわけです。そしてこのシステムを理解する必要がありました。私の著書ではいろいろな角度からこのことについて特に2つの介入をしました。国家存在前の言語的カオスについて、上田和俊の研究に触れました。そして国家存在前に言語が存在したということです。そしてこのパラダイムの中で、この国家を作るというプロセスがあったわけです。本日はその点については触れないんですが、もう一つは人種と言語改革について触れました。明治というのは人種戦争の時代でした。ただピュアリズムやナショナリズムというのはこの人種なくしては語れません。ではここで人種の簡単な歴史について触れたいと思います。これまでもよく言われてきたように、18世紀、社会的地位や宗教から転じて、この人種というのは人間を分類するための概念として登場しました。のセルフアイデンティティという意味では、宗教や社会的地位が非常に大きな地位を占めていました。ただこの人種によっての分類が始まったわけです。18世紀にヨーロッパから派生しました。そして宗教ではなく人種というのが、この人類を分類するために広く使われるようになりました。このヨハン・フリードリヒ・ブルーメンバッハの人間の自然的多様性についてという本の中にも書かれています。彼は人種を5つに分けました。コーカサス人、モンゴル人、エチオピア人、アメリカ人とマレー人です。
日本や中国などはモンゴル人に分類されています。そしてアメリカがやそしてマレー人はオーストラリアに起源がある人種と言われています。そしてドイツの哲学者であったクリストフ・マイナーズが1798年に人類史概説を著しました。この中でこの分類について批判をしたわけです。これによってヨーロッパが自己意識の単位として出現しました。ヨーロッパが自己意識の単位となったわけです。そしてそれが多くの人が大陸として認識するようになったわけです。それによってヨーロッパが自分たちを西洋またヨーロッパというふうに分類し、そしてそのヨーロッパとそれ以外というふうな分類が始まったわけです。そしてこれにより植民地化も進みました。これによって西洋そして白人であるということが標準化されたわけです。例えばイギリス人がアイルランドを植民地化としたわけですけれども、例えばその時イタリア人は白人とは言われていませんでした。それによって西洋とそれ以外という考え方が確立されていきました。それが欲望の構造としてあったわけです。しかしこの西洋は欲望の構造または概念として存在したわけです。そしてこれが明治改革が始まる前にすでに日本にも入ってきました。この福沢諭吉の著書にも表されています。これは焼酎万国一覧という本ですが、ここにも5つの人種に分類されています。白人種、皮膚が麗しく心が聡明で文明の極度に達するもの、黄色人種、油のような黄色い皮膚をしていて難苦に耐えるが物事の進歩をするのが遅いといったことです。この中でこの人種のハイラルキーというのが明確に見て取れます。そして白人はヨーロッパ、例えば黒人の黒人はアフリカというふうに地政学的に分けられることが分かります。そしてこれは この人種的なハイラルキーを強調するものとなったわけです。明治時代ですが、この西洋化するということが非常に重要とみなされた時代でした。
Force was not the only means Japan used to emulate the West. In fact, Japan presented itself as the object of desire for East Asian countries. 日本は東南アジアの国となっていたわけですが、その中でも西洋の知識を身につけ、このヒエラルキーを中でランクを上げようとしたわけです。日本はこの、東アジアの中での教育者であるとであろうとしていました。そして日本語をアジアの共通語にしようと試みていました。これは英語のような言語になろうとした試みの一つです。で、現代、そして西洋化の知識に追いつこうとしたわけです。この近代の日本語の研究について考えたときに、エスノセントリズム、帝国主義、コロニアリズムなど、さまざまなことが語られますけれども、人種について語られることは非常に珍しいです。しかし、酒井先生は例外と言えます。このあまり語られることのない人種ということについて語られています。そしてここで指摘されているのは、レイシズムスタディーズへの視座という中で語られていますけれども、人種というのは社会的な分類として理解すべきだ。この個人の物理的な特性によって所属するコミュニティにおける立場を定義する。そして人種というのは作られるものだと言っています。これは構築されるものであるけれども、どこかに存在する現実のものであるように見える。この白人らしさというのが存在するように見えるけれども、しかしこれはこの欲望の対象として構築されてきたものである。そして例えばナショナルコミュニティ、あるいは国語といったもの、アイデンティティのインデックスは構築されるものであり、このアイデンティティのインデックスというのは構築され、そして繰り返され強化をされるものである。しかしこのアイデンティティというインデックスは一つのものでは不十分である。そして人種はエスニシティや国籍と分けることはできず、そして人種というのは生物学的あるいは物理的に身体的というのも難しく、エスニシティというのは文化的であり、そしてナショナリティというのは政治的であるといっています。つまりこの近代性を理解する上で人種を捉える、そしてエスノセントリズム、ナショナリズムとの関連で捉えるということです。この人種化のプロセスというのは人種そのものとはまた違うものである。そしてバリバールが言っているものですけれども、レイシズムというのは客観的な生物学的な人種とは全く関係がないと言っています。そして文明化において、白人らしさに向かうムーブメントがあった。これは特権と関連するものであり、西洋に、限られるものではないけど西洋を含むものであり、そして富ですとか、社会的なステータスなどとも関連をすると言っています。そして黒い皮膚、白い仮面の中でフランツ・ファノンはアンティル諸島の黒人が比例して白人に近づいてきているということを指摘しています。そしてこの文化のスタンダード
というものが、たくさんありますけれども、この中には、言語の正しい使用なども含まれて、語られてきました。では、上田和俊氏、そしてその改革についてお話をしたいと思いますけれども、この近代性というものを定義していく上で、日本語、国語に対してこの人種との関連で改革をどのように行っていたのかということをお話ししたいと思います。国語と国家との中で1895年に語っていることでもありますけれども、上田はこのように語っています。言語はそれを話す人民にとっては、血液のように同胞を示すものであり、精神上の同胞を示すものである。例えば日本国語というのは、日本語は日本人にとっての精神的血液とも言えると言っています。なので、何か危機があったときに、この4000万の同胞が耳を傾け、そして千島から沖縄まで聞こえるものである、こういったことを言っているわけですけれども、この中では千島、そして現在はクリルと呼ばれていますけれども、北海道ですけれども、ここから沖縄までの4000万を同等に扱っているように思えます。このいわゆる知識人が語っていた言葉によってコントロールをされているということを言っているわけです。しかし、例えば方言、そしてこの国語を日本人の精神的血液として考えることによって、この4000万人が自然に日本語を話しているということを言っています。そしてコミュニティに属し、何らかの能力というのを自然に備えているという言い方をしています。しかし、一つの人種が一つの言語を語るということは必ずしも語られていたわけではありません。国語と国家とでは、国家はその柱として一つの人種を要し、そしてこの共同の運動を成し得るのは、その中君愛国の大和魂と大和人民によるものであると言っています。このナショナルコミュニティというロジックをこの4000万に当てはめているわけです。この平等というのは権利に関連するものであります。平等でなければならないということであります。これは平等であるということとは違います。私たちの言語的能力というのは個人の能力です。ある人が、例えば私より日本語がうまい、あるいはその逆という個人のものです。しかし、これが、ある国家コミュニティに属しているかどうかということ、そしてその話者のヒエラルキーに関連してくるわけです。この場合は大和民族という想像上のマジョリティが置かれて、こういったことが語られたわけです。そして、ナショナルコミュニティ
ということによって国家を定義しています。国家は常に支配的なマジョリティがあり、そしてそれによってそれを基準としてある国家を定義します。例えば日本の場合は大和民族、アメリカの場合は白人。ここには継続して行われている、まあ、そういった支配的なマジョリティの作成というものがあったわけです。そして続いて上田は国語研究についてでこのように語っています。我ら研究会員は大日本帝国の国語を慈しみ、そしてアジアの共通言語を作る、東洋全体の普通語を作るというために、ね、学術、政治、商業に関わる人々は、ね、朝鮮人、シナ人、欧州人、米国人となく取り組んでいくと言っています。この共通語というのはアジア全体の共通語ということであります。日本の当時の植民地に対してこれを展開していこうと考えていたわけです。そして日本語は日本人に属するものと定義したわけです。一国を超えて話されているフランス語、英語、スペイン語に相当する言語としての日本語を国語としたわけです。そしてこの皇室の言葉としての日本語、まあ、白人として概念化された日本語が存在するようになったわけです。国の形成というのが最も必要なものだと考えられていました。それによって白人化が進んだわけです。そして日本を中心と据えようとしました。この日本の帝国の中で話されている言葉が日本語と定義づけられたわけです。そして大和民族というのが日本語の真の話し手であると定義づけられました。これは国の言葉というより皇室の言葉としての存在でした。この上田の考えている民族についてですが、また国語と国家との中で一つの民族に限定されるものではないと述べています。日本国民の中にも松上や組塚がいるように、そしてそれは他の国でも同じだと述べています。そして面白いことにこの人種というのが階級と結びつけられているわけです。最も特権のある階級と結びつけられています。ではこの国語の構造、そしてその白人化には何が関係していたのでしょうか。この複雑な過程があったわけですが、この言語改革の中で現在を重視していたわけですが、他の明治の文学史家たちにも触れたいと思います。この上田の考えていた国語というのがあり、これはこの国また皇室の言語というところからは離れるわけです。そしてこの文学というのが言語と関係しているわけですが、
The literary histories that Meiji ideologues took as their model arose in early 18th century Europe. これはヨーロッパで18世紀に始まったものです。社会的また文化的な背景がありました。このイポリト・テーヌの英文学史の中でもこの人種ミリュつまり環境時代というのが文学史を構成する公式として挙げられています。またそれによって日本の文学家たちも活動をするようになりました。人生の鏡というのが文学で触れられるようになります。例えば感情思想といった考え方です。例えば羽賀八一氏は国文学史10項の中でこの国文学というのは我々の先祖がその思想感情を国語の上に表しておいたものが美術品となったものと述べています。そして文学史というのはその作品に刻まれた日本人らしさを確認することで歴史を共有する国民集団を生み出したわけです。そしてこれもまた国語と国家とという上田の作品ですが、一人民が話す言語とその人民の性質との間には最も入り組みたる関係があると述べています。故にその話す人の精神上に生活する思想感情が外に出て化身したものとみなすと述べています。ただこの上田の観点という意味で言うとこの現在に重視をしたわけです。ちょっと時間の関係でこちらの引用を読み上げることはしないんですが、昔の作品というよりもその現在を研究するというものです。そして上田はだからこそこの日本の現在を重視しました。これは過去を否定することで国有化を試みたわけです。ですからこの文学史が作り出す、日本的なものを切り離そうとしたわけです。ですからこれまでの日本の過去の歴史を否定したわけです。ただ日本だけではなく日本語を話す人がいたわけで、ただ言語や政治そして社会的な環境の中で形作られたものです。そして国語をこの植民地の中で広めるために日本的な思想を取り入れました。ただこの
国語の国有化というのも進めようとしていたわけです。そこに大和民族という概念が関係していきます。これが日本語を話し、そして真正な日本人というふうに定義づけられていました。そしてこれが日本語を植民地で強制的に話すための理由付けとして使われていました。そして日本が明治以降文明化しようとした動きとリンクするわけです。日本のその現代的な考え方です。この上田のカリキュラムは比較言語学が中心でした。これは比較言語学を国語進歩の体現としたものです。ただここで重要なのは、ここで人種的な知の構造を提示しているということです。このようなパラダイムですけれども、大月文彦はこのように語っています。口語法べきで語っていますけれども、この引用の最後の部分で、台湾そして朝鮮というのは、国の中に入ってその土人を化するようにするには、口語を教え込むのが一番であると言っています。これはまあこういった国に入っていて、そして自分たちと同じようにするためには、国語を通して口語を通して行うべきであるということを言っているわけです。そしてこの国語の真のスピーカーで、あれば、より、彼らの話す言葉が本当の言葉ではないほど、この本物の言葉を話す人々はマジョリティになる。そしてこれを白人という文脈に置き換えると、それによってこの非白人というのが継続的に生産されるということを言っています。そしてこの上田の標準語についてを見ますと、ここで標準語について語っています。標準語の定義をここで上田はしています。上田とそしてその支持者たちは東京方言を標準語とすることにしました。しかしこの文章の中には、上田が検討していた可能性で矛盾も見られます。標準語というのは、ある国においてその人々が理解できる理想的な言葉であり、そしてすべての人が理解できるものだと、そのために作られるものだと言っています。しかしそれと同時に、どこかですでに話されている言葉であるとも言っています。なので標準語というのが存在しない、そしてそれは作られなければならない、しかしそれと同時にそれが既存の言葉でなければいけないということを言っているわけです。
このパラドックスというのは非常に興味深いと思います。上田自身が言っているように、標準語は存在しない。これは想像上の形式であるということを言っています。そして、口語というのは常に変わっていきます。そして、この標準化、この国語というものを推し進めていく上での概念と現実を示したものでもあります。そして地域的な特性というのもあります。大月が先ほど言っていましたけれども、この東京方言、口語を収集すると東京方言が標準語としてのポテンシャルを持っていると。しかし東京方言ではなく他の方言、この概念と現実ということを考えたときに、東京方言というものはその他の地域地方の方言から作り出されたものである。そしてそこから何か逸脱するものがあると、そこから標準語が作成されていくと言っています。この国語が存在しないということが、この欲望の対象としての国語を強めるものであると言っています。存在しないけれども存在しているように見える。そしてどこかに存在していないけれどもどこかに存在しているように見える。そして大日本帝国の中に属すことを望む人々にとってのヒエラルキーにつながっていく。そしてここでこの人種ということ、現在の日本研究の中にも人種化というのは存在しています。この日本研究ということを考えたときに、すでに構築されている人種というものの中にそれが存在しているということを忘れてはいけません。以上です。少し時間が過ぎてしまいましたでしょうか。いえ、そんなことありません。ありがとうございました。素晴らしいご講演ありがとうございました。ではここから、東京カレッジ准教授のハチウス・ミハイルからのコメントの時間としたいと思います。ありがとうございます。まず、上田先生、ありがとうございました。非常に素晴らしいご講演ありがとうございました。人種というのを言語学の中に中で考えた素晴らしいご講演でした。では私のスライドを使いまして3つコメントをしたいと思います。これは先生のプレゼンテーションを伺っての私のコメントですので、すべてにお答えいただきたいというわけではないんですけれども、よろしければ私のコメントから、何か上田先生のご関心があるところ、コメントいただけるところに関してご発言いただければと思います。で、まず、人種、そして、その他のヒエラルキーについてなんですけれども、その次に、言語のピュリフィケーション、そして漢字、特に、日本語に関連して、
この人種という議論の中から、そして言語学言語という観点から伺いたいと思います。そして3つ目なんですけれども、この人種がということを考えたときに、まず言語から始まりまして、この特に近代の学術界、あるいは言語学からのインパクトということで、何かケーススタディなどあれば伺いたいと思います。そしてまず言語というところなんですけれども、このプレゼンテーションの中でも言及されていましたけれども、全体的には私も同意するんですが、さまざまなカテゴリーがあるとおっしゃっていました。ナショナリティ、エスニシティ、そして国有化、こういったところをおっしゃっていました。特に日本のケースでは、これが同一であると言われることがあります。例えば19世紀、西洋で、西洋化が進み、そして人種的にも白人化が進みといったことがありましたけれども、日本の文脈においても、例えば言語のヒエラルキーにおいて西洋化といったところが見られるのかと思います。そして日本の伝統というところを、日本人らしさという意味で言語の文脈の中で考えますと、西洋の人種あるいは言語学的な考え方というのがありまして、こちらどのように考えられるのかというところをぜひ後で伺いたいと思います。例えば日本の日本の魂と言語の関連性、そして国学、これは政治的な取り組みでもあり、言語的な取り組みでもあります。例えば純粋な日本語というのかどういうものなのかという考え方であります。この言語の研究という観点において、この日本語らしさというところがあるわけですね。ですから、その関係性についてセントリズムなどと関連してどのように思われるのか、そしてその民族に対する日本人の考え方など、西洋からの影響がなかった時代どうだったかについて伺いたいと思います。そしてこの進歩というのは自動的に民族として区別されたのかについても伺いたいと思います。そして明治時代初頭ですけれども、日本が西洋に追いつかなければいけない、そして追い越さなければいけないというふうに思っていた人たちが多かったわけですが、19世紀ですね、それを超えてそのハイエラルキーのトップに行こうとしていた時代があったと思います。そしてこの白人化ということ以外にも、この日本人らしく、そしてパンアジアの中での日本人ということについても、その白人化と絡めて伺えたらと思います。そして2つ目のコメントなんですけれども、それは漢字に関することです。これはこの漢字というのが今問題に直面したわけです。の上田さんの作品に特化してお話をされていましたけれども、明治の後半の動きがどうだったかのか、
その、どういった問題があったのか、この特に漢字に関してですね、伺えたらと思います。例えば、他でも同じような言語の改革というのが起きているわけです。例えば1920年代に起きたトルコでの例というのも非常にこの言語の浄化という意味では非常に強い例だと思います。ただ、そこでは外国からの影響というのももちろん多くあったわけです。日本のケースで言うと、こういった浄化というのが、この民族浄化という観点からは行われたわけではないと思いますが、ただこの漢字というのは日常生活の中にも組み込まれていたわけです。ですからそれを廃止するという動きは非常に難しかったかと思います。そして前島ひそか氏などによってこの漢字の廃止というのが呼びかけられたわけですが、これはこの西洋の観点からこの漢字の廃止というのが呼びかけられたわけです。なぜ漢字の廃止が必要なのか、そしてそれがどうやって日本を強くするのかということについて議論をしていました。アメリカの宣教師、中国にいた宣教師ですね。彼がコメントをしていたんですが、この漢字を中国で学ぶということについて、なぜ日本がそれをしようとしているのか、日本には金があるのになぜそれをコピーしてこの中国のシステムを使おうとしているのかということを質問していました。これが西洋的な民族の違いやハイラルキーに対する見方だと思います。そして、この漢字の廃止のためにいろいろな試みがなされました。日本語自体を廃止して、英語を共通、日本語の共通語にしようという動きさえありました。英語というのが貿易の中で使われている言語だからという理由です。ですから、経済的に考えても日本語を廃止するという議論が起きていました。そしてカナのムーブメントというのもありました。漢字というのが中国の悪い影響を大きく受けているという議論も起きました。ですからこの中国の影響を国語から排除しようという動きがあったわけです。でもそれは成功しませんでした。ただ他のケースと比べてもこの構造というのは非常に複雑だったからです。そして最後なんですけれども、上田和俊のケースを超えて日本の文学史について触れられたと思われますが、この言語的な理論
ですね。例えば、アカデミックの分野においてですね。そしてそこに、当然価値があるわけです。比較言語学についても、触れていらっしゃいましたが、構造言語学などもあるわけで、この民族的思考や、ヒエラルキーについてどのように思われるのか、例えばこの歴史的に見て、遺伝的、また、進化的な、関係というのがどうだったのかについても伺えたらと思います。例えば、インドとドイツ語の関係のようなものですね。ですから、この言語のにランクがつけられており、それぞれが関係していたわけです。そして、言語のタポロジーですね。このヒエラルキーについて、このテポロジーにどれだけ興味があるかというのはよく話されることですが、何がどれが完璧な言語なのかというディベートですね。例えばラテン語がそうなのかとか、例えばこの中国語を排除しようとした動きなどもその一つです。これがこの民族的な発展にも関わってくると思います。この言語の概念がこの民族に基づくものだったというわけです。そしてこの認識論的な問題もあったと思います。そして、形態学的な複雑さというのも含んでいます。そして最後のポイントなんですが、この構造言語学というのがこのある意味閉ざされたシステムなのではないかと思うのです。ですから国語というのが民族で区別した言語であるということを、それによってマイノリティやマイノリティ言語が生まれたわけです。でこちらに関しての先生のご見解を伺いたいのとともに、このシステムがいわゆる西洋近代のネーションステートに存在するのであれば、今日の文脈の中で、何か政策などとして存在しているのかどうか、こちらは私からの論点の提供ということでしたけれども、何か先生からもコメントがあれば伺いたいと思います。さまざまなトピックを今触れましたけれども、先生のご関心のあるところ、何かコメントいただければと思います。ありがとうございました。私の方で回答する時間はあるんでしょうか。あまり長く時間を取りたくはないんですけれども、はい、どうぞ。ありがとうございました。一つずつ簡潔にお答えできればと思うんですけれども、特に今おっしゃっていたのは、まず一つ目のところなんですが、私の方で間違っていれば指摘していただきたいんですけれども、日本らしさを作り出すということ、明治に遡って国学ですとか、言霊、こういったところで、特に中国との関連の中で日本らしさというものが
形成されてきた。そのご指摘に関しては同意します。まあ、この人種化ということに、まあ、似たような動きが明治にあったということはおっしゃる通りだと思います。ただ江戸時代に遡って考えますと二分法だったわけです。日本と中国という中で考えられていて、そして近代においては一つの指標としてこの三角形の一つの関係性の中の一つのものとして西洋があったわけです。そして、まあ、中国からの影響というのも考えなければいけなくて、そこから西洋、まあ、あるいは白人という方向に向いてきた。ここには大きな違いがあると思います。つまり日本らしさということ自体を求めていく動きという意味では変わらないんですけれども、ただ構造が違うわけです。まあ、この三角形の構造の中で考えますと大きく変わっているわけです。で、私はまあその文脈の中でまずお話をしたいと考えています。そしてまあこの漢字の順化というところなんですけれども、特に1880年代非中国化、日本語から中国の影響を排除していくということが行われました。前島ひそかもそうですし、森兄よりもそうですし、そして加藤だったでしょうか。まあ、中国語の影響を排除しなければいけないということを言った人たちがいたわけです。そしてそれ以外にも指摘されたようにかなを使おう、まあ、あるいはローマ字を使っていこう、そうした方がまあ日本人の学生にとってはいいのではないか、まあ、そういった動きもあったわけです。まあ、ただ最終的には今の組み合わせに落ち着いたわけなんですが、ここで興味深いのが歴史学者、まあ、あるいは国文学者の方々は漢字を日本語の中に同化するということを考えたわけです。この言語の中にすでに入っているわけなので、まあ、少なくとも日本語の中で漢字を使っていく割合を減らす、まあ、中国からの影響を排除していくということに関しては1890年にはもうかなりの程度そういった動きはなくなっています。そしてその理由としては全資本主義と言ってもいいかもしれないんですけれども、まあ、ひらがなを使うとまず文章が長くなりすぎてしまいます。そして漢字の方がかなり効率が良いと、知識を生産していく上で、まあ、当時は特に大衆をどのように教育していくのかということが実施プラクティカルな観点から語られていたわけなので、そういった意味においては漢字を維持していくということの意味があったわけです。そして言語学の歴史と関連する部分、私の著作の最初の部分でも述べているんですけれども、比較言語学、歴史言語学というのは西洋で生まれてきた。これはおっしゃる通りだと思います。これも人種化されたわけであって、言語理論学者というのは文明化した国、あるいは文明に対してアクセスができる国、例えば西洋言語ですとか、まあ、中国
の中国などによって活用されるということを言っているわけです。で、この活用ですとかテニオ派というのは文明化された場所における言語を示すものとされていました。ですので、さまざまなレベルで起きて、そして言語理論学者というのは白人に近づくために何ができるのか、そしてその白人への欲望ということを考えたときにどのような形で言語を定義すべきかということを考えたわけです。で、これは明治初期最初の10年20年にも見られたことなんですけれども、ここまでのところでいただいたご質問すべてお答えできたかどうかわからないんですけれども、とりあえずここで止めまして、何か追加であればお願いします。ありがとうございました。ではオーディエンスの皆さんからいただいた質問をここからは答えていければと思います。ありがとうございました。コメントミハイル先生ありがとうございました。そして上田先生からのご回答ありがとうございました。では今日のオーディエンスの皆さんからの質問、かなりたくさんいただいてるんですけれども、まず少し違った観点から参加者の一人、経済的な影響に関してこういった質問です。言語と文化の多様性というのが経済の発展に資すると言っている方もいます。しかしこのパブリックサービス、そして言語の教育にギャップが存在する場合もあります。そうすると経済成長に対してネガティブな影響が出る恐れもあるのではないでしょうか。上田先生、この経済的影響というところいかがでしょうか。すみません、今ですね質問を Q&A ボックスの中から探していたんですけれども、ちょっと見つけることができませんでした。今ライブでの回答を希望していますと印をつけた質問になります。表示されていますでしょうか。 Q&A ボックスの中で1,2,3,4 番目の質問となります。一番上からスクロールダウンしていただくと4つ目の質問になります。ステファニー・ウィンターさんからのご質問でしょうか。もしかしたら順番が違うかもしれないですね。ここどうしたらいいかしら。よかったらチャットの方に送っていただけますか。はい、少々お待ちください。今チャットボックスの方にお送りしました。読んだらもう少しご質問が分かるかなと思ったんですが、はい、そうですね、私が理解したのは言語改革でしたね。そしてこの標準化ということだったんですが、
これがこの言語の標準化というのがどういった経済的なインパクトをもたらしたのかというご質問だと思います。そしてこの言語の多様化というのがこの経済にどのような影響があったかということですね。この質問の理解がちょっと難しかった理由なんですが、明治というのは、まあ、歴史的なコンテクストで捉えているんですが、この経済的な観点とは少し切り離していつもは考えているんですね。そしてこの教育をするためにこの識字化というのを進めようとしたわけです。冒頭で少し、今日も述べたかもしれませんが、この話し言葉というのは、書き言葉と、明治初頭にはかなりギャップがあったわけです。そして、日本の、南部の方ではコミュニケーションすら難しいという状態が起きていました。そしてこの国家というのを作るためには歴史や言語というのを共有する必要があり、そして、まあ、経済に、貢献する必要があって、全てがリンクしていたわけです。ですからこの多様化ということなんですが、私にとってこの多様化というのはいいことなんですけれども、明治時代は多様化はこの、国を形作る上では良いものとは思われていませんでした。ですから質問の答えになっているかわからないんですが、この多様化というのはいいこと、この国家というのが確立された後は良いことだと思うんです。一番それが大事で、さもなければ植民化されて、植民地化されてしまうからなんです。ミハイルさんの方から何かコメントありますか？あ、よかったら、まあ、他の質問も見てみましょうか。ステファニー・ウィンターさんの質問も見ていたんですけれども、日本語の匿名出席者の方からいただいた質問ですね。First of all, I will just in case send it to Ueda 先生。まずは上田先生にお送りしてみようと思います。So Ueda 先生、上田先生、素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。ステファニー・ウィンターさんですね。アジアのヘグモネーに関して、そしてアジアのリンガフランカとしての日本語について、そしてこのヨーロッパ諸国というのが日本のこの民族や言語の研究をする上でのロールモデルになっているんでしょうか。そして同じような内容の質問が他にもあるんですが、日本語また国語の役割について、中国との歴史、またヨーロッパの影響などと関連して、このあたりの質問について何かコメントなどいただけますでしょうか。何かモデルなどがあったのか。
今おっしゃっているのは日本語の質問ですか？言語研究法においてというところですか？そうですね。このステファニー・ウィンターさんの質問ともう一つの匿名の方からの質問を合わせてお聞きできればと思いました。そうですね、まず最初にステファニーさんなんですが、上田さんはドイツで学んだわけですね。そのドイツの言語学を学びました。そして彼の前の研究者たちもはイギリスで学びました。これはまあ、例えばアイルランドとかスコットランドではなくて、そのイギリス的な紳士を作ろうとしていたからというわけなんですが、例えばレトリックのテキストであったり、でそれはスコットランドやアイルランドなので書かれていたんですが、そして漱石氏がちょうどイギリスでイギリス文学を学んでいた時期でしたね。もし彼がスコットランドに行っていたら言語学的なトレーニングを受けていたかもしれませんね。ですから多く の, この研究者というのはこのヨーロッパ、特にドイツ、そしてこの英語の理論などを学んでいるわけです。そのためにイギリスに行ったわけですね。もう一つの質問をちょっとまだしっかりと読めていないんですが、あ、わかりました。面白い質問ですね。トークの中にここは含められなかった部分かと思うんですが、ある意味中国というのは、標音的なアルファベットを持っていないですね。でも非常に文明化が進んだ言語であると言えます。ですからこういった言語的な理論を進めるにあたって、上田氏や周りの人たちは日本人と韓国人がもっと近いのではないかと、韓国人の方が例えば沖縄の言語なども国語にもっと同化させることができるのではないかと考えたわけで、もちろんそれは合っているかと思いますが、ここで作られたストーリーというのは、特定の言語をもっと文明化させて、重要な日本語と同化させようとしたわけです。これは言語改革ということだけではなく、教育改革とも関連しています。日本を
present itself as a place where Western knowledge can be. 西洋の、まあ、知識が求める、まあ、ところでもって表彰させようとしたわけであって、1880年代特に当時朝鮮半島から来た学生が日本の大学で勉強し、そしてそこから日本の大学を通して、いわゆる西洋の知識にアクセスをしようとしていたという状況もありました。はい、たくさんのご質問をいただいているんですけれども、このすべての質問に、まあ、この時間の中でお答えするのは難しいかなと思うんですが、ただ、まあ、私言語学者として関心のある質問があるのでこちらをお答えいただきたいと思います。手話などさまざまな言語がありますけれども、まあ、この手話というのも、まあ、一つの言語と言えるわけですが、しかしこの国語との関連性ではどのように手話や点字は捉えられるんでしょうか。まあ、特にこの標準語の制定の際にはどのように扱われたんでしょうか。これはもう私の専門の範囲を超えた質問です。点字ですとか手話に関しては私の方から、まあ、何か知っているふりをしてお答えをすることはできません。申し訳ございませんが、もしかしたらマリアさんの方が何かコメントできる内容でしょうか。私が理解する限りにおいて、まあ、この、まあ、専門の範囲を、まあ、超えた、まあ、ところであるとおっしゃいましたけれども、おそらくこれが言語改革の中で、まあ、主要トピックとして扱われなかったから先生は今専門を超えたとおっしゃったのではないでしょうか。私も残念ながら私の専門の範囲は超えているのでお答えすることができません。ではちょっと私の方から質問を選んでもいいですか。関連して寺尾先さん、一橋大学の寺尾さんからのご質問なんですけれども、この上田の人種主義というのが現在の日本語学、そして方言学にも影響を与えていると指摘されています。この言語と方言の関連性、この政治的な影響もあったと思いましたし、思いますし、そしてもちろんこの人種主義というところにも大きな影響があったと思います。例えばユネスコの危険言語リストに沖縄語、奄美語、宮古語など入っていますけれども、この薩摩弁などは、まあ、言語とは言われず方言と言われるわけです。まあ、つまりある言葉は言語とされ、ある言葉は方言とされているわけです。こちらに関して、まあ、この言語と方言の関係性というところで先生から何かコメントありますか。今お話を伺いながら私も理解を、しようとしていたんですけれども、方言と言語の関係性というところで伺いたいと思います。まず私の方で、まあ、少し、まあ、標準語と方言の、まあ、関連性というのは、こちらは概念的なものであるわけです。
東京語ですとか、まあ、こういったことを上田と大月は言っていたわけですが、まあ、そういったものを作ろうとしていたわけなんですけれども、もちろん今は、まあ、日本語の教科書の中で、まあ、標準語はこういうものでこれは標準語ではないということは言っているわけなんですが、ただ、まあ、この分類というのは非常に問題もあると思います。ある言語、すみません、今何ていう言葉を使ってらっしゃいましたか？危機言語ですか、まあ、ある言語が危機にある、まあ、それは、まあ、その通りだと思います。でそれをまあ研究されて、そしてその言葉を残していこうとされているところに対しては、まあ、非常に重要なプロジェクトだと思うんですけれども、しかしこの構造的な人種主義ということを考えたときに、このカテゴリー自体に、まあ、非常に概念的な要素があるということです。なので方言と要望が、標準語と要望が、その呼び方自体にすでに、まあ、ある種の構造的人種主義が含まれているということを、まあ、指摘したいと思いました。質問へのお答えになっているかどうかは分からないんですけれども、このようなコメントとさせていただきます。ありがとうございました。では、ね、本日の議論のまとめとなりますけれども、上田先生ありがとうございました。そして東京カレッジにも感謝を申し上げたいと思います。こういった、ね、機会をいただきまして、ありがとうございました。そして、ミハイルさんありがとうございました。そして参加者の皆様に対しても感謝を申し上げたいと思います。では終了とする前に皆様にいくつかご案内がございます。ね、この言語とアイデンティティに関しては、この分野の専門家、研究者が講義を提供してまいります。言語とアイデンティティのイベント、次回の開催、ぜひご関心のある方、ご参加いただきたいと思います。そして、最初のワークショップですけれども、言語アイデンティティの理論と方法ということで、こちら受け付けております。言語学的アイデンティティの理論と方法ということで、メディアにおける言語、教室における言語とアイデンティティ、そしてパブリックスペースにおける言語というタイトルになっています。ペーパーを提出される方、概要も含めまして、ぜひお送りいただけたらと思います。そして東京カレッジの研究や活動ですけれども、皆様のご寄付によって支えていただいています。どうぞこの QR コードから情報をご覧いただければと思います。改めまして、本日はご参加ありがとうございました。以上となります。Thank you. Goodbye.